二騎士。二騎士は、聖和源氏の一族で、足利氏の祖義康の長子、乗り雄の系統に属する。鎌倉時代に、足利氏着流の吉氏が、上級の乱の孔で、三河国の守護に任ぜられると、乗り雄の孫三国は、三河国の方軍二寄号、現在の愛知県岡崎市に行長町周辺に移り住み、二騎太郎を称した。三国の弟儀は、隣接する。 細川郷を領して、細川市の祖となり、共に、足利市着流の不代悲観となった。足利高氏の下で、二期頼明、議長兄弟が、各地に転戦、侍どころ人や、諸国守護を務め、室町幕府早々に貢献した。頼明は、高氏の信任厚く、官能の上乱以後、高氏の死去まで、孔諸直の後任の執事、後の官僚を務め、 兄弟で、丹波、伊勢、伊賀など最大9カ国の守護に任ぜられるなどして、徴用された。だが、頼明の死後、議長が、その戦争のために、細川清氏、時より安、畠山国清らの諸将と対立して失脚し、南朝に降って、以後、勢力は衰えた。室町時代になると、丹波、伊勢、伊賀の三夜に分かれる。その活動場所は、丹波、 伊勢に騎士が在京するのに対して、伊賀に騎士は在国を常としていた。所領に関しては、名のごとく丹波に騎士は丹波国の国我領、蘇我部豪を本拠としていたと推測され、伊勢に騎士は伊勢国の他に丹波国や田上林などを保持しており、伊賀に騎士は守護職を世襲して、伊賀国の北に軍、阿は山田には影響力を保持していたという。 また伊賀二騎士は系図に現れないため、どの系統に属するか不明で、吉井浩二、稲本範明が関東名から頼明、大夏、有志、議員の系統に属するのではないかと推測しており、今岡賢治が飛ばし生から議長の系統に属するのではないかと推測している。昭和2年、1429年に伊賀守護坊が戦死しているが、これは二騎士だと推測されている。 その後は、某の子と推測される二期中塚章優、国行がついだが、影響5年、1433年に、国内不穏、国行事ごとごと無性体を理由に更迭され、代わって、山名時広が守護に部任された。しかし、時広は病身であったため、間もなく山名と豊、総運が守護職を任された。そして、と豊は、影響12年、 1440年に山次郎守護職、侍どころか調人就任を契機に、伊賀守護を辞退したと推測されている。以降は少なくとも、天正8年、1580年まで、伊賀二騎士が在国して、守護職を世襲したという。ただし、二騎士の統治は、伊賀一国に及ぶものではなく、長六四年、1460年の畠山義成、攻略要請につき、伊賀守護。 同国人などと記されるように、二騎士とは別に動くと認識されている、国人の勢力が確認されている。これは南二軍、バリ、伊賀の者たちであるという。その一方で、文明三年、千四百七十一年に、二騎正長が、伊賀国人のハットリエン、守る不死による、この池領大見国甲賀軍しばらき将への応募を、この池の依頼を受けて抑えているように、 国人への影響力を失ったわけではなかった。東軍として、丹波二期成長、西軍として、伊勢二期教将が見える。また江賀守護の二期士が、応仁二年、1468年の足利義美、帰還に愚部しており、さらに、伊賀二期士は、文明二年、1470年に山城に出陣し、山城国木津で京川氏と戦っている。そして、文明九年、 1477年に、西軍の畑山義成の攻撃を受けて、傷から撤退している。また、この間の文明五年、1473年、美野にをもむこうとする一条金吉に、道中の安全を依頼されていることが、淵川抜きから伺えるという。丹波に騎士は、永常年間に入っても在京活動を継続していたことが確認できる。伊勢に騎士は、 針の陣で、丁朝が戦死しており、息子の高朝は、永正五年、1508年の細川高国の帰還に、協力している。また岩城氏の正長は、明王七年、1498年に、北畠財親と、木造り真っ三宗の朝廷を行っている他に、長京三年、1489年以前から、この池漁を大見国志柄木翔の大官職を担い、永正六年、 1509年頃に死去したと推察されている。そして大阪部大輔は天文5年1536年より資料上から姿を消すという。その後を継いだ長政は天正2年1574年まで存在が確認されており、この年に高倉神社を再建している。天文10年1541年に 細川晴元から木沢長政攻略の支援要請を受けるなど、いまだ伊賀二騎士はある程度の影響力を持った存在として認識されていたようである。また、次のごとくとも言う、細川高国の名友である二騎校長が知られる。だが、二騎士の伊賀支配は継続することはなく、有力度後が拡挙する状態となった。戦国時代の末には、 隣国大海の六角藤綱のこの一人が継承して、二騎吉政を名乗り、足利義輝、足利義明の御昇番衆として活躍した。将軍に近似することが多かったが、六角家の武力を背景に、伊賀にもそれなりの影響力を及ぼした。しかし、伊賀総国一騎が成立すると、一騎勢は、二騎士官を襲撃、二騎士は、死柄木へ逃亡し、ここに守護としての伊賀二騎士は滅亡した。 中、統計図は、尊卑文脈を下地に、稲本論文などを持って過失したものである。氏名はそれに準じた。また幅の関係で、尊卑文脈に記されていても改正した場合は、以降を略している山梨など。出字不詳、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。